ベティブープ、ベティブープは、マックス・フライ・シャーニーより制作され、パラマウント映画から配給された一群のアニメーション映画に登場する架空の少女キャラクターである。ベティは、その豊富な性的魅力で人気を博した。1930年代の終わりにその魅力に、陰りが差したものの、今でも、セックスシンボルとして根強い人気を保ち続けている。また、 のちのちの日本の美少女アニメキャラにも多大な影響を与え、ベティが萌えキャラの元祖という声もある。ベティが出演したアニメーション映画は、一巻ものと呼ばれるフィルムリール一巻の6分から10分程度の短編で、1934年のベティのシンデレラ姫、現代、パーシンダーラを除き、その全てが白黒である。第二次世界大戦の直後には、 劇場で上演されることはなかったが、後に日本テレビが過去に制作された、ベティ映画を、ベティちゃんと題して放送した。同局はまず毎週木曜19時19時30分、日本標準時のニコニコ漫画劇場枠で、ベティちゃんを放送した後、1959年5月7日から、同年12月24日まで、その後番組として、ベティちゃんを単独放送した。 単独番組化してからは、対象製薬の一社提供で放送されていた。1977年には、味の素マヨネーズのイメージキャラクターになった。その翌年には、東京12チャンネル、現、テレビ東京で毎週月曜日く金曜19時15分から19時20分に放送されていた。日本においても、ベティブープのキャラクターは、幅広い年齢層に親しまれている。 いとこに、バジー、ブープ、バジーブープがいる。帽子をかぶった三つ編みの女の子で、いたずらが大好きでベティを困らせるが、根は優しい。前作中、バジー、ブープアットザコンサート、1938の1話にしか登場しない。声優は、ケイトライト。1930年8月9日に、フライシャー兄弟による、トーカートゥーン、現代。 トーカートンシリーズ6番目の作品、眩しい皿、現代、で、ベティ・ブープは銀幕へのデビューを飾った。後に、ウォルト・ディズニーとアブ・アイ・ワークス・リオ・スタジオの、ベテランアニメーターとなるグリム・ナトイックにより、パラマウント映画の作品に女優として出演していた、女性歌手ヘレン・ケインをモデルにして、ベティは創造された。しかしながら、その時のベティは今日知られているような姿ではなかった。 当時の一般的な監修に従って、ナトウィックは、この新キャラクターを、フレンチプードルとしてデザインしたのである。後になって、ナトウィックは、ベティの外見がかなり醜悪であることを認めざるを得なく、なった。1932年の作品、貧乏のクズや、現代、エニーラグスにおいて、ナトウィックはベティを人間としてデザインし直した。プードルの垂れ耳は、イヤリングとなり、 ふわふわした体毛は、ボブヘアーとなった。ベティは、頭よりもハートを重んじるお天場娘として、十本のアニメーション作品では脇役を演じた。個々の作品ではベティは、ナンシーリー、ナンシーリーやナンマクグルー、ナンマグルーと呼ばれ、多くのバー犬の貧乏の恋人役として登場した。彼女は百三十一年のスクリーンソングズシリーズの一作、大学の人気娘、現代。 ベティコドにもベティの名で登場ているものの彼女が正式にベティブープの名を授けられたのは1932年の短編映画花形ベティ現代ストッピングザショーからであるまたこの短編はトーカートゥーンシリーズではなくベティブープシリーズの正式な第一作であった初期のシリーズでは複数の声優がベティの声を演じたが1931年に メイクエステルがベティ役を演じて以降は彼女がベティの声優として定着することになった。しかしながらベティはまだ完全ではなかった。マックス・フライシャーの弟デイブ・フライシャーはベティをより女性的かつセクシーなキャラクターに変貌させた。今日知られているベティブープの個性はキャブ・キャロウェイがテーマ曲を歌った1932年の短編ベティの家で現代。 ミニー・ザ・ムーチャーで初めて発揮された。この映画において、家出をしたベティは貧乏と一緒に、生打ちのお化けの住む洞窟に迷い込む。お化けの動きは、キャロウェイの演技をロットスコープしたもの。お化けの歌う、ミニー・ザ・ムーチャーに脅かされて、ベティは命からがら家へ逃げ帰る。性的な意味での女性を演じた最初のアニメーションキャラクターとして、ベティ・ブープは注目に値する。 ミニーマウスのような同時期の他の女性キャラクターたちは、女性の記号として、向上的にそのパンツを見せていたが、女性的にデフォルメされた外見を持ってはいなかった。そんな彼女らに対し、ベティはその女らしさを、大いに披露していた。ベティは、ショートドレスとガーターベルトを身につけ、はっきり膨らんだ乳ブサとその谷間を持っていた。ベティ映画に登場する脇役たちは、何とかして、 ベティの下着を覗き見ようとする。州長の娘、現代、ベティ・ブープ・エス、バンボー・アイルでは、ベティは、レイと、腰身のだけの姿でフラを踊ってみせる。これらのセックスアピールぶりにもかかわらず、制作者らはベティは、無垢な少女として描くことを心がけていた。曲馬団のベティ、現代、ブープ・プエ・デュープにおいて、曲馬団の団長により、低層の危機にさらされた後に、 ベティは助けに駆けつけた、道化しここに言う。あいつに、あたしの、ブプ、パドップは渡さなかったわ。とベティブープ映画は、アップビートなジャズによる、サウンドトラックによっても、同時代の作品から際立っていた。キャブキャロウェイによる、サウンドトラックを備えた三本の作品加えて、ルイー・アームストロング、ルディ・バリー、ドン・レッド・マンなどのジャズ楽団が、ベティ映画のゲストを務めている。 エセル・マーマンはいくつかの短編にゲスト出演している。ベティ映画の大人びた雰囲気は彼女をトップスターに押し上げ、ベティ関連商品は全世界で大きな売れ行きを示した。一方で、ベティのモデルとなった歌手ヘレン・ケインは、彼女のトレードマークである外イケミアダンス、歌い方、キャッチフレーズ、ブプ・パドップを表説したとして、1934年に、 フライシャースタジオへの訴訟を起こした。これに対し、フライシャーは、ケイン以前にも他の芸人により、ブップ・パドップのフレーズが使われていることを証明し、ケインは敗訴した上に、彼女のキャッチフレーズを失うはになった。1935年から1938年まで、キング・フィーチャーズ・シンジケートから漫画版、ベティ・ブープが発表された。この漫画ではベティは、映画女優であり、 劇場で上映されたベティ映画は彼女の出演作品という設定になっている。最終的にベティの強調された性的魅力が彼女に破滅をもたらすことになった。1934年に開始された検閲制度である平図規制はベティにロングスカートと肩の露出を抑えた半袖の上の着用を強制した。もはやベティはかつてのお天場娘ではなく、 アイケンパジーと暮らす独身の専業主婦であった。夫・ソグロウのリトル・キングなどの人気漫画のキャラターと共演させることで制作者らはベティの魅力を保とうとする努力を続けたが、それらの作品は大きな成功を収めたとは言えなかった。しかしながらそれらの共演作品の一つからポパイが新たなスターダムにのし上がった。百三十九年八月十一日に公開された アップアップアッピー、日本美公会で、ベティの役者人生は一度は終わりを告げた。日本では、日中戦争の激化により、1938年の、ベティの歌合戦、現代、バジー、ブープ AT、ザ・コンサートを最後に、ベティ映画の輸入は中断された。UM&M テレビと、あとには、タの放送網により、 1950年代にテレビを介して、ベティブープは再び監修の前に姿を現した。UM&M トンタはパラマウント映画のロゴを取り除くなどしてオープニングを改編したが、山並みが表示される箇所はテレビ用のプリントでも UM&M のコピーライトを付けて残しておいた。1960年代のカウンターカルチャー運動でも、ベティは取り上げられた。トンタは、 ベティ作品の権利を買い取り、ザ・ベティブープ賞としてカラー化された作品を再放送した。韓国で行われたベティ映画のカラー化に際しては、フライシャー本来のフルアニメーションではなく、動作と作画を簡略化したリミテッドアニメーションが使用されたことから、後にポパイで同様のカラー化を行ったターナーエンターテインメントの事例と同様の論議が巻き起こった。また、 韓国製のカラー版、ベティ映画では、オリジナル版の実写パートや性的なシーンの多くが、カットされている。IB フィルムによる、ザ・ベティ・ブープ・スキャンドルズ・オブ・1974と、題された、ベティ短編の傑作集は、それなりの成功を収めた。1980年には、インタから、別の短編集、フレフォー・ベティ・ブープが発売された。1980年代に、 ベッティブープは市場から再発見され、現在では初期のセクシーさを備えたベティのキャラター商品が広く流通している。1988年のアカデミー賞映画、ロジャーラビットにおけるカメを出演で、ベッティブープは半世紀ぶりに銀幕への復帰を成し遂げた。なお、サブキャラクターであるズーズーシーセールスマンのキャラクター、ウィッフルピッフルも短いながらカメを出演している。 この映画では、制作者によりベティのヌード姿が1フレームだけ加えられているという噂が流れた。仮にこの噂が事実であったとしても、現在のホームビデオ用の版ではそのフレームは仕替えられているようである。ベティブープシリーズは時代を通じて、好意的に評価され続けており、1933年の短編、ベティの白雪姫、現代、スノーホワイトは、 1994年にアメリカ議会図書館によりアメリカ立フィルム登録簿に収録された。ベティブープ本人の人気も今なお健在であり、漫画、ドゥーンズベリーに登場するの妻ブープシーや、カートゥーンアニメのトゥート・ブラウスタインのようなキャラクターに広く影響を与えている。ブロードウェイでは、アンドリュー・リッパ作曲によるベティブープのミュージカルの上演が予定されている。日本では、 ネットカード Q オリエント審判が運営していたベティローンのイメージキャラクターになった。ベティブープ作品のいくつかはパブリックドメインになっており、インターネットアーカイブで閲覧可能である外部リンク参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。